回のこのハートキューブはこの1個だけこのようにポンと飾るのも可愛いですし、このようにまとめて器に入れても可愛いですし、リボンをや紐を通すと飾ると可愛いです。さらに応用として、このように吊るし飾りにするとまたより可愛くなります。では折ります。こちら半分に折ります。開きます。上と下の縁を真ん中に合わせて折ります。向きを変えます。半分に折ります。開きます。上と下の縁を真ん中に合わせて折ります。1枚、こちらの縁とこの上の縁を合わせるように三角に折ります。こちらも同じように折ります。ではこのように少し開いてここを外します。こちらも外します。でこのまま畳みます。こちらも少しここ上だけを外して畳みます。ではこちらをパタンと一回倒してもらってから立てて、指でここを開いて押すようにして四角になるように畳みます。こちら3箇所も同じように畳みます。裏返してからしっかりここを折ります。でもう一度裏返します。次はこの角を上に折るんですけど、ここを折った時にここが1センチぐらいで折ります。残りも同じように折ります。ではここの縁を真ん中に合わせて折ります。こちらも同じように折ります。一度開きます。ではここを一回広げます。ここをポケットを、でこの折り筋、先ほどつけた折り筋をつまんで山折りに直します。でこのままここへ畳みます。上へ。次はこちらの縁と真ん中のこの縁を合わせるように折ります。折りましたらもう一度こちらを開きます。でこのポケットをもう一度ここを開きます。開いたらここに折り筋がついているので、こちらをつまみます。つまんでこのまま折り筋通りに畳みます。でこちらを戻します。ではこちらも同じようにここを開いて、この折り筋をつまみ折ります。でこのままこちらへ下へ折ります。では
こちらの縁とこちらの縁を合わせるように折ります。はい、開きまして、ここをポケットを開いて、この折り筋をつまみ折ります。つまみ折って畳みます。で、戻します。では一旦ちょっと軽くここを開きまして、この角を裏側へ折ります。ここをしっかり押さえて、ここ細かいですけど裏側へ折ってください。で、こちらも同じように折ります。では残りも同じようにします。では裏返して半分に折ります。開きます。はい、回転させて同じように半分に折ります。では両手で両端をこのように持ちまして、このように寄せるように畳んでいきます。このままキューブだけにしたい場合はもうのり付けします。で、紐を通したい場合、このように紐を通したい場合は先に針で真ん中穴を開けておきます。で、紐をここを通してから、ここを紐を通してからのり付けしてください。今回はちょっと先にのり付けします。ここと真ん中をのり付けします。で、このようにくっつけます。
くっつけましたら、ここ、このように開きます。これでキューブの出来上がりです。では紐を通す場合、こちら穴を開けます。はい、このとじ針を使って、これを先にこのように閉じておくといいです。で、この輪っかになってる部分をとじ針で通します。で、このまま通します。よいしょ、よいしょ。はい、で、こっからのり付けします。また開きます。ここ。はい。これで紐を通したのが出来上がりです。よかったら作ってみてください。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。